こんにちは、速稼塾の久保です。今回は人生の楽しみについてということでお話しいただきましたけども、人生って生まれてから死ぬまでね続くわけですけども、全ての瞬間が楽しいんじゃないですかね。なんかその苦しいようで楽しい時間っていうんですかね。私は例えばこういうことなんですよね。ダイエットとか筋トレってありますよね。筋トレにしてみましょうか。筋トレってこうムチムチな肉体を作ってだらけた体をちょっと引き締めるというね、そういった目的があります。その過程で行うトレーニングって確かにきついんですけども、楽しくないですかね。だからまあいわゆるモチベーションっていうのが上がると思いますし、目的に向かう意欲があると。で、日々達成していく部分とまだ自分に足りない部分が明確になっていくことによって楽しみっていうのが出てきて、あと体重とかねウエストとか数値化できるものがあって、確実に近づいてるなとか遠のいてるな、工夫しないとっていう過程でさまざまな発見があって、それが楽しみというところにつながるんだと思います。だから目的なく何の改善もなくなんとなく生きてると、その楽しみや喜びってのは受け取りにくいんじゃないかなと思うんですよ。どんなに貧乏でも、どんなに、辛いことがあってもね、それを喜びや楽しみに変えることってできると思うんですよ。で、私はそもそもその楽しいとか楽しくないとかってそんなに意識してないんですよね。ぼーっと生きてるって感じですよね。なんかね、変な表現になりますけども、リビングデッド、ゾンビみたいな感じです。見るもの聞くもの全てを喜びや楽しみに変換しながら生きていくという感じですかね。わざわざ変換もしてないんですけども、何かにね、憤ったりとか、何かに落ち込んだり、何かに心奪われたり、全部それはこの喜怒哀楽全てが私にとっては人生のプレゼント、楽しみなのかなと思います。まさに今この瞬間っていうのはプレゼントって英語で言うんですけども、妙に結びつけるわけではないんですけども、今この瞬間だけを意識するとその全てがプレゼントというふうに感じることができるんですよね。女の子に振られた、これもプレゼントであり、その甘酸っぱい記憶ってのは私の中にね大切な思い出として残ってますね。どんな転び方をしても、どんな大怪我をしても、それもやっぱり楽しかったっていうふうに言えるかなと思います。人生ってどんなに惨めでも、どんなにね、なじられても、何があってもなんか楽しいって思えるんじゃないかなというのが私の結論なんですよ。だから難しくもなんともなく楽しいですね。はい、そしてね、ここからはちょっとだけブレインバスターのお話しますけども、だいたいね、自分の感情っていうのは喜怒哀楽に左右されると思うんですよね。喜怒哀楽じゃないや、それで視覚とか嗅覚とか触覚とか聴覚とかね、いろんなものに左右されると思います。五感ってやつですね。喜怒哀楽じゃなくて五感です。自分の脳が見たものを受け取ることによって、あ、これは不快だなとかね、喜ばしいな、美しいなって思いますよね。耳から聞くことによって不快な音だな、心地いい音楽だな、いろんなものを聞き分けると思いますし、どっかからこの野郎って言われたら、ああ怯えて嫌だなと思うし、ありがとうって言われたらなんかいい気持ちになりますよね。そういうふうな感じで、私たちは五感から受け取ったものを脳で感じることによって、それを喜怒哀楽に変換してるんですよ。楽しいとか苦しいとかね。ブレイバースタープログラムっていうのは、この前言いましたよね、意識の断食って言いましたよね。出てきましたね、意識の断食っていうキーワードはすでに埋め込んであると思いますけども、自分の内側と自分の外側を切り離すことによって何も感じないっていうトレーニングをしました。誰とも目を合わせない、誰とも会話をしない、聞いたことも意識せずにスッと流していく、触れたものも熱い寒い冷たい、こういうのもねなしにしてスッと流していく、全てを感じなくする訓練っていうのをやりました。これブレインバスタープログラムの前半でやるんですけども、全てを感じなくするための意識の断食をします。食べない飲まないじゃないんですよ、感じないっていうやつです。で、それができると今度はね、外部の五感から受けるものではなくて、脳で直接喜びとか悲しみとか怒りとか、こういった感情を作っていくんですよ。そうするとですね、瞑想しながら自分を楽しませることができたり、
瞑想しながら逆に悲しみに打ちひしがれたり、こういうことが内部からできるんですよね。外部で何が起きてるかじゃないんですよ。内側から全ての感情を作り出すことができる。そして脳がそれを直接感じるんですよ。視覚で見たからそれが脳に伝わって感じるんじゃないです。こういう間接的なものではないんです。脳自身が喜びを作り出して、脳自身がドーパミンを出していく。いわゆるね、覚醒剤ってなりますよね。あれとってもハイになる状態を薬によって強制的に作るわけですけども、そんなものなくたって脳が勝手に快楽を5倍10倍にしていくんですよ。いわゆる脳が勝手にハイになるってやつですね。自分で脳内ドーパミンを出していくんですよ。そのトレーニングがあります。ですんでそれができると、どんな苦しい時でもそれを喜びに変えることができて、変えるというのも正確ではないです。内側から全て出してくるんですよ、五感を。もっとね、深層心理で言うと、宇宙と一体化することによって宇宙の全ての喜びを内側から内噴させていくとかね、そういった感じですかね。まあ、ですので人によっては冷たく、この割り箸ですね、割り箸をね手に当てた時に、これは火箸だぞっていうふうに自分に感じることによって自分の手を火傷させることができるらしいですね。それは他の人が触ってもなんともないんですよ。自分が内側からどんな感情を作るかによって物理的な現象まで起こせるっていうことらしいんですよ。すごくないですか。なんかこれはデマだと思うんですけども、嘘だと思うんですけども、内側から感情を動かせるようになると、今度は髪の毛を動かせたり爪を伸ばしたりすることもできるらしいんですよ。あれ嘘だと思いますけどね嘘だと思ってるところが私の意識のね、そう止まってるところなんだと思いますし、なんともねいかないですよね。ということでね、まず前半では人生そのものが楽しいんだよってことをお伝えしました。そして後半では、そもそも喜怒哀楽は自分の脳が作り出している感情なんで、外部からの情報に関わらず、まあ、自分の脳で喜怒哀楽を作ることができるんじゃないかなと思います。そうですね、俳優さんっていうのは、役者さんっていうのはまさに演技をするときにそれを自分でやってるんですよね。泣く演技、笑う演技、怒る演技、実際にそんな感情があるわけないんですよ、台本ですから。でも自分の内側から脳を錯覚させて、この野郎っていうふうに心から怒ってみたり、心から悲しんでみたりとかね、なんかそれができるんですよね。それがまさにマスターマインドなんですよ。マインドを作り出すんです、自分で。だからモチベーションは自分で作れると、自分の機嫌は自分でコントロールできる。その上がですね、モチベーションや感情に関係なく目的に向かって進むということですね。そして全てをね振り返った時に、自分の感情ってこういうふうに揺れたな、それに対してどう対処したかな、そして自分でこういう感情を作り出したな、これ全てが思い出になるんですよね。愛する人と過ごす時にもっと愛するところを見つけていこう、もっとこの人を愛していこうと思うと、その感情のフィードバックが起きていくんですよ。それが無限連鎖になって増幅された思いが目の前の人に向かっていく。だから勝手にドラマティックになるんですよね。例えばね、何気なく日々会ってる恋人、奥さん、自分の感情を高めることによって、いや今日もとっても素敵だと、俺は君と一緒に過ごせてこんなに感動してるんだってことを自分でガーッと作れるんですよ、ね、どうせだったら自分の喜びが最高値マックスで人に会った方がいいじゃないですか、ね、そういうふうにできるわけなんですよね。で、私の場合はそういうふうにしてますね。その他にプラスアルファで外的要因も使います、例えばね、住まいを整えたりとか、素敵なプレゼントを送ってみたりとか、一緒に美味しいものを食べたりとか、将来の夢を語ってみたりとか、過去についていたわり合ったりとかする。こういうのはプラスアルファのおまけの方なんです、実は。でもほとんどの人はこれが主になります。それは仕方がない。自分の中から感情を作り出す、ない感情ですよ、この世の中に存在してない、もしくは真逆の感情を作り出して目の前の事物に向かっていくってことは、これなかなかできることではないと思いますんでね。まあ修行の身として、そしてマスターマインド、その上のブレインバスターを司るものとして、そういうものは私はね対応することがありますけどね、もうあと無意識にやりますね、そういうのね。ということで本日は人生の喜びでは何かについて前半後半に分けてお話しました。生きてることってそれだけで素晴らしいです。命は、どんどん
輝いていくんじゃないかなと思いますね。しかしですね、最後のおまけになりますけども、人生が辛いと感じる、それもまたね正解なんですよ。じゃあ何がねどうなのかってことですけども、何も感じない人生、そういう人生を送ってらっしゃる方もいます。そういう方についてはどういうふうに思うでしょうか。それが私からのメッセージです。私のように全てを喜びにする、全てを楽しみにする、そういった考え方もある。でも人生はどこを見ても辛いんだ、なかなかこの自分の状況は打開できないんだ、いや打開したとしても新たな苦しみが待ってるんだ、人生ってのはまるで次の人生へ向かうための修行みたいじゃないか、というふうに感じるかと思います。そして3種類目、どっちもない、自分は感情がないんだ、そういう意識もないんだ、そういう方もいらっしゃいます。その辺についてどう思われますかってことですよね。難しいですね、はい、難しくないことはないと思います。これからの振動シリーズ、難しくなかったことはないと思いますし、これからも難しい話題しか出ないと思います。いってらっしゃい。